はいどうもカズワンです。ダークソウル初見実況プレイ前回の続きからやっていきたいと思います。ただ前回言ったところだいぶね難しそうやったんで、もうちょっとこの城下町を調べようかなと思います。まだ行ってないところがあるんで、まあそちらに行きましょうということですね。いやー、ただめちゃくちゃ敵が多い。バレたね。さあこっちに来い、こっちに来れ、こっちに来なさい。うん、おりゃ、うんとりゃ。あー変わらんのか。はい、で先にこっちを行きたいな、こっちを行きたいな。いけるな。2発3発とで、ここをこいつを倒す。2、3発。はい、 OK、 落ち着いていけばいけますね。でここや、なんかいるんすよねあそこに。だバレたんすよ今。バレた、バレました。もうちょい広いところでやりましょう。あ、帰った。あ、来た。あいつ倒せるやつなの俺それだけが心配なんですか。めっちゃごつくね。はい、あーどうなんやろう、わからん。あー一応縦受けはできる。おお怖え。あの叩き潰し怖そうやな。地道に行けばいけるさあ来い。はい、ぶっ刺しが効きそうやな。もう一発来そう、怖い。いける、でもいける。こいつの名前が分かれば面白いんやけどなうわ怖いだんだん追い詰められてるね俺。はい、盾じゃない、クレイマーの強攻撃。あーこれ便利かも。ただスタミナ消費激しいな。うおー回復すんじゃねえよバカ野郎大丈夫、いける、ラスト、オッケー勝った。でも明らか強そうやな。くさびしのかけら800か、やっぱ強いやつやったんやな。ただ俺には勝てない。あそこおったんかあいつ。いけへん、いけた。これ何、ここだ、なんもねえやなんかある、姫森の塊。ほうで、まだこっちがいけるんで、なんかある。お、エレベーター、エレベーター、ああエレベーター。な、何があるんやろ、どこに連れて行かれるんやろ俺。いや怖えああなんかでだいぶ下がるな。でもん、あこっちか。お、あ棺の採取場、あ戻ってきた。あってことはこれショートカットゆえも知らぬ不死のソウル。あーぽいな、ぽいっすね。じゃあこっち行ってみます。階段があるからこ誰ああこんにちは、はじめましてですな。はい、ソルロンドのテトルスと申しますが、何かご用ですかな。ご用がなければお互いあまり関わらない方がよろしいでしょうらしいです。ああ、あなたですか。関わらない方がよろしいと申し上げたはずですが、まあ互い、あなたの気持ちもわかります。私としても、どうか取っておいてください。さあいいのです。炎上なすなんてさらせたいどうの効果。ありがとう。この辺なんかありそう。
なんもねんかーい。もう一回話しかけてみよう。またあなたですか。ああ、そうです。こうしましょう。はい。私はここで少し人を待たなければならないのですが、よろしければその間あんたに奇跡をお教えしましょう。どうですか？あ、Yes。ありがとう。神の契約を。制約かな？はあ、一応交わしとく？何の制約か知らんけど。お、制約、発狂？白狂？おお、努力と誠意次第ですよって。やかましいわ。呆れる。はあ、ショートカットを見つけたと。うん、いいんじゃないですか。あ、これがタリスマンっていうのが、ちょっと表示切り替え。打撃、神の奇跡をなす触媒。ああ、これを装備すれば奇跡を使えると。ああ、なるほど。俺、ダークソウル2でも奇跡使っとったからな。セレクトジェスチャー。チュートリアルが出てきましたね。で、これはどこにつながってんですか？こっちは、無理そうやな。やめとこう。違うっぽいからやめときます。じゃあ、こっち行って、ここに繋がってたわけね。了解了解。じゃあ、せっかくなんでレベルアップしましょうか。まあ、まだ進行はいいとして、筋力上げとこう。上げときましょう。じゃあ、あそこ2回行けたっぽいんで、不死ジョーカーかな。行けたっぽいんで、そこ行きましょうか。こっちかな。はい、上に行きましょう。また長い道のりっすよ、これ。いやー、ちょっとずつ進むのがダークソウルの面白さっていうところですかね。何回も行って、何回も倒れて、何回も覚えると。なんかおかしいな、今。日本語がおかしかった気する。よし、じゃあ、浄化不死教区。おお、びっくりした。はい。はい。2発切って、引くと。ミスター。今、縦受けしたのだ。ちょっと。飲もう。エソビンを飲もう。はい。おお、バックステップいいね。俺もしたいわ。うわ、今、縦受けせんかった？てか、エソビン10本なっとうし。いつの間に。はい。ガード。おい、お前も飲むんけい。それは許さん。はい、オッケー。危なかった、ちょっと。ちょっと危なかったじゃないですか。誘い出しが有効。どっかおるんか？右に注意。右に注意。あいつか。なんか踊ったで、今。おう、怖い。ここか。めっちゃ多いな。痛い痛い痛い。めっちゃ強くね。はい。怖いよ。相手の方が攻撃速度が速い。しかも一撃じゃないし、めっちゃおるし。はい、倒した。よっ。あー、危ない。めっちゃ多くねー。はい。どうかな？どんどん減ってきておで。いって、めっちゃ多い。ははは。なんじゃこの多さ。はい、もう一丁。いける。はい、はい、怖い。怖いよ。はい、倒した。てか、こいつら経験値上手くないんやって。あんだけ強いのに。もう、クソっていうやつやな。
なんか踊っとうで。こいつちょっとどんな攻撃してくんの。いや、ひるまんのかい。一本飲みます。ん、攻撃受けてる。あれ、はい、どんな攻撃、どんな攻撃。あー、そういう攻撃ね。致命の一撃が与えれねえ。よっ、よっしゃー、倒したー。戦果こいつめっちゃ高いな。お、なんかある。名もなき戦士の大きな装具、いいっすね。なんか結構ソウルが多いな今回、今作っていうんかな、初期のやつは。何、デブの予感、めっちゃ怖いな。あー、こっから上行けると。行きましょうか、そしたら。お、まだある。こっちも行けるけど、こっちは何もないと。はめられた。クソ、はめられちまったじゃねえか、クソ。お、あー、この先怪物あり。ボスっぽいな。3本できるんか。行くか、一回行ってみればわかるさ。よし、じゃあ行ってみましょう。あれ、おお、なんか入った。一体だけならいいんですが。これってあれじゃね、ダークソウル2でも出てきたガーゴイルじゃね。ドワーン、あー、動いたー、動いたー、動いたよー。いやー、怖っ。いやー、あーみたいな。さあ、飛び立った。怖いなー。さあ、来た。やっぱガーゴイルやな。おお、そういう攻撃してくるのね。了解した。はいはいはい。おい、危ない。これあれかな、尻尾切れるんですよね確か。はい、オッケー。いやー、ちょっと怖いな。しかもこれちょっと黙りますよ自分、マジで。落ち着いていく、落ち着いて。うわ、そんな攻撃してくるんや。はい、大丈夫大丈夫、縦受けできる。はい、オッケー。大丈夫大丈夫、落ちなければ大丈夫さ。いや、怖い。もう一発来る。で、もう一発当てると。もう一発ぐらいいけるかな、無理かな。いける。うわー、強い。あー、強い。これちょっと回復戦闘あれかな。うわー、2匹目来てる。うい、うわー、燃えるのめっちゃ効く。そうか、2体目出てきたら厄介やな。はい、回復しよう。痛い。はい、オッケー。いや、恐ろしいな。この炎が厄介。あー、痛い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 。いやー、やめて、炎やめて、炎やめて。エストビン。でもこれ一発で食らったら、まずいな。いやー、恐ろしい。これで、しっかりと。いや、あの炎が邪魔、炎が邪魔。はい、あー、怖い。あぶねー。てか、アイテム欄がずっと出っ放しやねんけど。じゃあ炎が、炎でまみれてる。いやー、怖い。
痛い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 、やばいな、これガード外せん。うわー、燃えたー、くそー。てか一発目を、一体目をちゃちゃっと倒さんとこれまずいな。まあでもなんとなくは、まあ二体目出てくるまでに一体を倒しきらないと、まあまずいっていうのは分かったけど、まあ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 、いけなくもないかなとは思います。ああ、ここからかなるほど。じゃあちゃちゃっと上行っちゃいますか。これこっちか。もうすでに道に迷うと。これいけるよな、ここからいけるよな。あった、いけましたね。はい、じゃあこれラストチャレンジかな。松屋に使うか。これを使ってバシバシ切っていこう。でーや、まあ敵がおるからまあ総務士かな、城下不死教区と。あれお互い外す。ちょっと当たってないっすよ、当ててくださいよ。あれ、俺も当たらへん。ちょっと下行きましょう、下へ。ここでやり合おうぜ。ここの方が当たるっしょ。じゃあ俺はもうガーゴイルを倒さなあかんのやあかんのや。どういう構えやはい、後ろ下がらんとって。はい、オッケー、そこまで来たらいいよ。はい、ぶっ刺し。あ、外した。よう今攻撃されへんかったな。さあおいで、こっちに来なさいよ。ああ、今のパリーなんや。なるほどね、まあ、頭ええやんはい、あぶね、2本ぐらい飲もうかな。いや、初めての なんていうの構えやったから全然わからんかったな。今いける思ったら全然いけへんやみたいな。さあ走り抜けようかな。うわ、いって、あ、そっちにもおるんや。よっ、はしご登れ、はしご登れ。あいつらも登ってくるんかな。え、登ってくるん、あ、登ってくるんや。じゃあちゃちゃっと行っちゃおうか。はい、松ヤニを塗って行きましょう。はい、あ、食らう、めっちゃ食らう。痛い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 、危ない危ない。はい、 OK。 さあ、危ね、今盾受けよう間に合ったな。さあ、あともうちょっと。今いけとった、いけとったっぽい。うわー、燃えてる燃えてる。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待っておい、ちょっと炎ばっか破壊とって。あと一発、あと一発、あと一発当てれば。いやー、怖い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 。大丈夫、ちょっと引くなって炎吐いてんちゃうで。ちょっと飛ばれた、飛ばれると思わんかった。いけるかな、危ね。はい、いけた。ちょっとゴリ押し感はあったけど、危ね、
あぶねー、あー間に合わんかったー、くそー、今行けた思ったんやけどな。松ヤニがあと1個か、くそー。今回はあれかな、これでリベンジマッチかな。でも惜しかったな今。くそーって感じやな。松屋にどっかに売ってないんかな。あんたそのか、生まれて猛者じゃねえかもと、猛者になっちまった方が気楽かもしれないけどな。ははははは、なるほど了解。はい、じゃあちょっと今回ガーゴイルを倒しきれませんでしたが、なんかいける兆しは見えましたね。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。